ハワイ州議会堂ハワイ州会議事堂はアメリカ合衆国ハワイ州ホノルルにあるハワイ州議会の会議場であるハワイ州会議事堂はアメリカ合衆国ハワイ州ホノルルのハワイ州都歴史地区にあるハワイ州議会の会議場であるハワイ州議会は伝統的にイオラニ宮殿で開催されていたが1969年にこの宮殿の北側の新しい議事堂建設完了を 待って、そこへ移った。建物は、吹き抜けの中庭があり、ハワイ州に多い火山のイメージである。設計は、ベルト、レモン・アンドロ設計事務所とジョン・カール・オーニキ、設計事務所の共同設計である。ハワイ式国際建築様式であると言われている。ハワイ州会議事堂内には次の施設がある。建物の南側には、リリュウオカラニ女王の像、北側には、ダミアン神父の像がある。 英語名称は、議事堂であるが、ハワイ州知事執務室、副知事執務室もあるため、日本語ではしばしば、ハワイ州政府ビルと紹介されている。ありがとうございます。